スタートしましまたちょっとサイレントステージを追ったスタートハイベッドタイムジョッキーが落馬ジョッキー落馬競争を中止しましたさあまず先行争いですが8番のネバー・オブライトが。 前に行きました早くも審議のランプが灯っていますネバー・オーブライトそしてキャプテン・ハートが並んでいきます外からカネーショー・エリートその後は松の女神と13番のオーナーズ・スキャンですあとはインコースに4番の一文字が続いていきましたサイレントステージが並んでかわしていきますサクラ・アリエルとボス・アミーンおうちにはゴッテス・フラワーそしてトミノ・ダンディが続いていきましたホット・ピクルスがその外側マツリラ・レディも続いています各1,2 2ココーーーーーナナ中間点から第2コーナーのカーブです 8番ネバー・オーブライトリードは体半分ほど金賞エリートそして10番のキャプテン・ハート先段3頭固まりましたその後は2馬身ぐらいの差2馬身の差で9番の松戸女神が続いていますオーナーズ・スキャンとサイレント・ステージが並んでさらに4番一文字が続いていきましたそのインコースからは7番のゴッテス・フラワー並んで12番のボス・アミーゴボス・アミーゴは現在中段にポジションを取ってみますあとは1番のホット・ピクルスが続いて外からサクラ・アリエル・マツリダ・レディが続いて2馬身から3馬身2番トビノ・ダンディが最高峰600を切っ かけばこれから第3コーナーーーナのカブブですネバーオーブライトリードは体半分10番のキャプテンハートが2番手並んでいったまた14番の金賞エリート前に上がっていきますその直後に5番のサイレントステージ現在4番手ボス・アミーゴが一気に動いていきましたさらには4番きも・一文字4コーナーのカーブ直線コースに入りました14番・金賞エリートが先頭か、金賞エリート粘っているのが8番のネバー・オーブライト外からボス・アミーゴは一気に伸びて今度はボス・アミーゴは先頭だボス・アミーゴ 14番の金賞エリートが粘っている内ではネバー・オーブライトが粘るさらにはサイレントステージと4番の一文字2番手が接戦12番のボッサ・アミーゴ2馬身のリード5塁2着はどうかサイレントステージそして14番金賞エリート2番手は2頭ですがこの競争は審議です